三匹のコブタドアについては、ブタさんの被告に罪はないと思う。まず、コブタの三兄弟は村に家を建てた。結局、ブタ一郎のかやぶきの家は狼に吹き飛ばされた。ブタ四郎のは木の家ですが、狼にも一気に吹き飛ばされた。生きていくためには、ブタ一郎とブタ二郎はブタ三郎の家に隠れるしかない。ブタ三郎の家はレンガで建てられているからだ。ブタ三郎の家は頑丈だ。狼は壊れではいけない。煙突から潜っていきました。その結果、ちょっと熱いお湯が入った。大きな鍋に落ちた。続いて、ブタ三郎は素早く鍋の蓋をしたが、これも狼の死の直接の原因となった。次に、ブタ三郎は否定しなかったが、自分を救うためだと言った。狼も彼らを食べるからだ。自分の命を守るための正当防衛だと思います。狼お母さんは自分がテーブルの上で狼の正しい殺し方という本を見たと言っていたが、折り紙の正しいの使い方だ。だ狼のお母さんが子豚を濡れぎるだ。その時はもう夜6時になっていたのに、机の上の本をはっきり見たはずがない。そして豚三郎は自分の息子を豚の3番目の家に招待して豚肉パーティーを開いたと言ったが、豚三郎は普通の豚でパーティーを開いて自分を食べるわけがない。明らかに狼が自分で豚を食べたいと思っているいうわけだ。最後は、豚大郎は大狼がずっと前から食べたかったと言って、自分で新しい家を建てても破壊され、豚四郎の家も破壊された後、彼らは豚三郎の家にしか来られなかったが、狼は彼らを逃さず窓を閉めるのを恐れていた。最終的に狼は煙突から潜って大きな鍋に落ちて亡くなった。したがってその肉塚のことで、豚は自分の命を守るのため狼を殺したと判断でき、自分の命が脅かされている時に座死する人は一人もいないと信じているので、狼を殺すのが一番方法だ。私は豚三郎に罪はないと思う。はい、以上です。ありがとうございます。